はい、皆さんこんにちは、ロペルンです。なんとですよ、なんとついにチャンネル登録者様がなんと2万人を突破いたしました。本当にありがとうございます。いや、ついに2万人ですよ。僕 YouTube 始めて5年目ということで、まさかここまで来れるとは思いませんでした。ここまで来れたのはいつも見てくださってる視聴者さんだったり、1回でも見てくださったね方のおかげなんで、本当に感謝しかないですね。本当にありがとうございます。まあ、一番最初2017年に始めたんですけども、まあその時は趣味程度にやっていて、まさかここまで行くと思わなかったんで本当に嬉しいですね。なんでこれからもね、精進して頑張っていこうかなと思います。まあ突破記念ということで、あんまり大きな企画っていうのは多分できないと思うんですけどもね、また質問コーナーとかやっていこうかなと考えておりますのでね、ぜひねその時はよろしくお願いいたします。というわけで本題、今回はクルトガアドバンスからなかなかいい限定カラーが登場ということで、まあクルトガ続きの動画となってしまうんですけどもね、今回もレビューの方をしていこうと思います。では見ていきましょう。はい、こちらが今回紹介するクルトガアドバンスの限定モデルとなります。まあ世の中クルトガダイブですごい話題となっているわけであるんですけども、まあ一周回ってこれもいいんじゃないかということでね、今回紹介の方をしていこうかなと思います。まあね、クルトガダイブの人気がねすごすぎてね、限定で発売されたんですけども、ちょっと影が薄くなってると言いますか、あんまり知られてないと言いますか、そんな感じなんでね、今回はねいい感じだったよっていうことでレビューの方をしていこうかなと思いますね。まあいろんなカラーリングがあってね、僕が気になった一色をね購入してきたんですけどもね、ほんとねこのクルトガダイブが人気すぎてね、あんまり知られてないというかね、あんまり取り上げられてないということで、ね、僕がねちょっと紹介しようかなと思ってね、気になったんで買ってまいりました。これがねなかなかいい色なんですよね。まあいい色っていうことなんでね、結構おすすめなんじゃないかなと思ってね、皆さんにレビューの方していこうと思います。今回比較的短い動画となるんですけどね、パッと紹介して終わろうかなと思います。ではどうぞ。三菱ユニのクルトガアドバンス限定カラー、発売日は2022年の11月11日発売です。ポッキーの日に発売されましたね。価格は550円プラス消費税で、カラーラインナップは 0.3 ミリと 0.5 ミリがございまして、 0.3 ミリはアンバーホワイト、アッシュローズ、ピンクアーモンド、サルビアブルーとなっています。 0.5 ミリはアンバーホワイト、アッシュローズ、クラウド、ミッドナイトの計8色展開となっている感じですね。まあ重複しているカラーリングはあると思うんですけどね、合わせて8色の展開となっています。今回購入したのは 0.5 ミリのミッドナイトの方を購入してまいりました。今回のクルトガアドバースの限定カラーというのはトレンドであるくすみカラーを基調とされていて、暮らしを彩る豊かなカラーリングをイメージとしているらしいですね。シャーペンシルをヘビーに使う方をターゲットにしてのカラーリングとなっているらしくて、日常的に使っていただけるようにっていうイメージがあるらしいですね。不安トーンで非常にシンプルなデザインといった感じでね、くすみカラーっていうのもトレンドカラーでありますし、シンプルなカラーリングで落ち着いたカラーリングっていうのが今回の限定カラーのカラーリングらしいですね。まあ、今回ミッドナイトっていうことでね、まあ、早速開けていこうかなと思います。これちなみにヨドバシカメラで買いました。普通にヨドバシカメラ行ったら売ってましたね。はい、こちらです。今回購入したのはクルトガアドバンスの限定モデルのミッドナイトという限定カラーの方を購入してまいりました。デザインはこんな感じとなっています。まあ、ミッドナイトっていうことで、まるで夜の空のような感じで、暗くて若干青い色となっていますね。ネイビー寄りといった感じでしょうかね。かなりかっこいいカラーリングなんじゃないかなと思います。まあ、黒とグレーとネイビーが混ざった感じで、ちょっと異質な色って言いますかね、落ち着いているカラーリングだと思いますし、大人っぽい雰囲気なんじゃないかなと思うので、これなかなか好きなカラーリングですね。非常にかっこいいんじゃないかなと思います。塗装に関しては結構ツヤなしのマットな塗装ともなっているので、さらに落ち着いた雰囲気を醸し出しているんじゃないかなと思うので、大人向けのカラーリングといった印象だと思いますね。上部の金具が白と黒があるんですけども、このミッドナイトに関しては黒となっていますね。このクリップと軸の接合部分ですね、ここのカラーリングが白と黒のやつがあるんですけども、ミッドナイトだけ
黒となっているので、この組み合わせに関しても非常にねマッチしててかっこいいんじゃないかなと思いますね。で、口金のリングに関してはグレーとなっていて、かなりまとまったデザインだと思いますし、男性にすごいおすすめできるねカラーリングですごいかっこいいんじゃないかなと思いますね。他のカラーリングに関しては比較的可愛い感じなんで、結構女性向けっていうのが強いんじゃないかなと感じるんですけども、このミッドナイトに関してはすごい大人っぽいね紳士みたいなカラーリングとなっていて非常にかっこいいなと思うので、結構おすすめできるカラーリングなんじゃないかなと思って購入してまいりました。ここでねクルトガアドバンスをね軽くおさらいさせていただきますと、クルトガアドバンスっていうのは従来のクルトガよりも2倍クルトガエンジンが回るシャープペンシルとなっていて、従来のクルトガよりもより尖って綺麗に筆記することができるっていうのが売りとなっています。普通のクルトガは40角に1周するのに対して、クルトガアドバンスに関しては20角に1周するということで、まさに2倍となっているので非常に綺麗に描けますし、ストレスなく筆記することができるっていうのがこのシャーペンの売りとなっています。クルトガといったら一角描くたびにペン先が若干自然でクルトガエンジンが回る仕組みとなっているので、このペン先の沈みで好みが分かれるっていうのはあるので、そこは注意が必要ですね。ここで好き嫌いが分かれると思うので、ここはちょっとね本当に要注意なんじゃないかなと思いますね。毎回言っているんですけどね、前に紹介したクルトガダイブに関しては従来のクルトガよりも結構沈みが大きいので、クルトガ平気だよっていう感じる方でもね好みが分かれる感じだと思うんですけども、まあ、こちらに関しては許容範囲なんじゃないかなっていった感じですかね。ということで軽く書いていこうかなと思います。はい、まあこんな感じですね。まあクルトガアドバンス2倍丸っていうことでね、従来のクルトガとはね結構違う感じでしたね。2倍丸っていうことでかなり尖ってる印象だと思いますし、かなり綺麗に描けたんじゃないかなと思います。字は汚いんですけどね、まあなんですけども、このペン先の沈みっていうのがね気になるので、そこはね買う際には注意が必要なんじゃないかなと思います。はい、というわけで以上となります。今回は最近発売されたクルトガアドバースの限定カラーでありますミッドナイトっていうカラーリングの方をレビューさせていただきました。結構短編でね簡単な動画となっているんですけどもね、まあこういうのもいいんじゃないかなと思ってねちょっとレビューさせていただきました。最近ねクルトガアドバース使ってないよって方にもね、ちょっとねこの機にね新しいのも買ってみてもいいんじゃないかなと思うので、ぜひねおすすめしたい一本なんじゃないかなと個人的には思います。というわけで以上となります。なんか久しぶりにねこんな簡単な紹介動画上げたと思うんですけども、いかがだったでしょうか。というわけでご視聴ありがとうございました。バルベ。